さんこんにちは、ピカです。ファミコンウォーズやっていくよ。はい、前回、なんとか上陸しまして、まあこれから守っていかなければいけないんですが、まあ爆撃機、まあこいつね攻撃してくるよね。まあその対処もまあしているつもりです。はい、それではねやっていきましょうか。終了でいいよね。これはまあしょうがないことですよね。爆撃機、まあ戦艦の攻撃を恐れてね、まあなかなか下に来ないな。来るね、そこ来たね。まあ読み通りですよ。まあこれまあ決して、まあ失敗なんですけどね。まあ失敗をまあただでは失敗しないっていう感じで今対策は練ったんですが、あそこを下ろすのまあちょっと失敗したかなって感じですね。まあ爆撃機にとどめさせるからいいでしょう。待機か。まあ上陸している戦車 A の数もねもうこっちの方多いと思うから、まあ負けることはないと思う。もうね、まあ次もまた戦車 A と、まあ歩兵、そして戦車 A と、高射砲か、まあ取りに行きましょう。まあ、そしてあの戦艦、まあダメージかなりあるから、まあ、修復にもコストかかり、まあ港に入ったらかなりね、今常に2万ちょい、収入入っていますが、まあそれも減りますよね、全補給でね。それに上乗せして、まあ左下占領するんで、かなり、部隊もあまり強いのを作っていけないような状態になると思います。ただ下から、ああ戦車いか、ただ下から行くとまあ軽く占領できるのは3つの都市だけなんですよね、本当の海際のね。上から行ったらかなりまあ端っこの方でバババッと占領できるような地形になっていますね。ここですね。
まあかといってまあ4つか、まあここら辺まで来たらまあ乱戦になるからな、うん、これもここら辺来たらもう乱戦になるね。ただ占領できるのはまあこの3つか、まあまあどっちからも同じか。よし、全補給。よし、輸送ヘリを上に持っていく。で、まあ上からちょっとやっていくか。で、これ、左に行く。で、爆撃機じゃが、8ね。8だったら、9。これでやるのが一番じゃろう。オッケー。そしてこれで。爆撃機持ってた方がいいな。もうねえしな。ここでいいよね。いくねえか。あ、いいよな。うん、ここでいいんだよ。まあ、この爆撃機はもうエアポートに帰れねえから、まあ暴れるだけ暴れて終わりましょう。で、こいつはまあこれで、よーし、でとどめを刺すのじゃ。ここでやれ。よし、これも3と。で、これ占領。で、これはもう一旦か。もう一旦。で、これを1、2、3、ここ持っていきの。で、戦車 A をここに置いといて、で、この4台、まあ一応ここに、まあ、次乱戦になるかもしれんから、まあ、合流用に置いときましょう。で、これを、まあ、ここに、ここか。で、これをね、これはまあ合流しといて、これを返す。爆撃機は上に行っときましょう。これもしかりね。で、こいつはここに置き、で、歩兵を守りつつ前進。で、戦艦はこっちが上に行く。で、これは10か。ここで戦車へ降ろされて
てもまあいいが、戦艦に攻撃されたらちょっと痛い。まあいいでしょう。してこないでしょう、おそらく。よし、まあイメージ通りに進んでいるっていう感じですね。これはこれで OK と。でこれ、戦闘機も買ってねえから、行けるとこまでちょっとねダメージを与えていきたい。まあこれ全滅いけるか、いけねえよな。まあ一旦でも多くね、一旦でも多く、まあ全補給で、消費していただきたいね。待って、これはねもうちょっと待って、一時まだ入っとけ。でヘリは移動したかな。移動したね。で揚陸艦は、あやべえ、俺こいつ左行っちまったぞ。やっべえことしたな。上行くつもりだったのに、あっしゃねえな、ミスっちまったな。まあいいわ。地層砲で、あ地層砲届くか。まあまあしゃあないよね、前進しないといけねえから。うわ対空ミサイルも届くか。うん、まあしょうがない。やべえ、爆撃機買っとくべきだった。まあ、降車砲とかも、都市にいるが、本拠地にね。あ、まあもう爆撃機も燃料ねえから突っ込んでいきましょう。そっちから来たか。しゃあねえな。うん、思ってた通り、まあ戦艦ね、ここで非常に役に立つ地形かなと、地形というかまあ島かなと思ったが、うわやべやべ、行ってこれ、これは痛い。いやこれは痛いわ。まあまあ、あいつらちょっとダメージ与えよう。爆撃機まだな、2機ぐらいいるからな。うん、戦艦ね ほとんど役に立たんね。2隻しか作らなくてまあ正解ですわ。は本当やっぱ爆撃機の方がかなり有利に戦える。まあ、あの下に固まってる戦車 A とかに戦艦の砲撃やりたいところが、まあ12345、ものの見事に6マス、海岸から6マスになってるから、海からね。まあ戦艦も、まあ、撃沈覚悟で
本当生産されているところにね、まあ突っ込んでいきましょう。少しでもまあダメージを与えて下に持ってくるような感じでいきましょう。うわ痛い、ほんと痛い。もうここの都市までね、あの自走砲届くからね、これはまあ合流しつつやっていかんといかんレベルですね。これ7か、これ7、都市をぶっ壊したいが4か、きついなこれ。自走砲の餌食になるが、まあこれはね、都市をぶっ壊したいが本当にまあ少なかなりの被害を与える方がいいかな、それの方いいと思う。こっちの方いいわ。まあうまいこといけば、まあ、合流とかしてくれると思うから、かなり痛いが、で410、これも10、まあこれね、あの無謀な突撃していきましょう。なんだ、洗顔こう焼きあんのかこいつ。まあ弾もねえから、まあ帰りましょう。したよな。よーし、これで都市に攻撃するよりも都市から出てきてくれる方が、まあ歩兵傷ついてもね、都市から出てきてくれる方がこちらとしてはありがたい。こ
これをここに置いておいて、で、この歩兵を、まあいいよ。傷つけられるの覚悟じゃ。これは戻れっかな。で、こいつ1、2、まあ、次自走を暴れ出してきたら1、2、3、4、5、こいつでちょっと懐取ってやろう。まあこいつら上に持っていくって言ってもまあここ大丈夫かな。大丈夫かこれ。一応爆撃機買っとけ。で、部隊は45部隊、戦車 A ももう2つ買っとけ。まあ一応この戦車 A も下持ってっとけ、またすぐね、搭載できるように。上の方はまだ当分、これ上行った方がいいのか。でも上行った方がいいのかな、よくわからん。上行ってたらここなんか全滅しそうな気するんだよな。どんどん戦車 A とか生産してさ、どうでしょうか、ちょっとわかんない。終了。あの戦艦が入ってくれなかったのがちょっと痛えな。まあかなり、今みたい全砲級でね、まあ生産ストップすると思ったのにね、入ってくれずにまあ浮遊していますね、あごにね。来るよね。まあこいつの懐入りましょう。さっきも言いましたが、町からは出てきた。やはりまだ戦車へちょっと足りないような気がする。上から行く必要ねえなこれな。まあ部隊数とかね、もうせめて10とか最大部隊数が多ければ上から行く、そして、兵力を分散、見事に分散させるという駆け引きもできるんであるが、まあね、昔のゲーム機のゲームだから、まあ、容量がね、まあそういう駆け引きできるのとできないのとでは全然面白みが違ってくるゲームになると思うんだがね。まあリメイクで、まあこの分かりやすさを、まあ、消さないでリメイクで
まあ改善してまあ出ねえかな。うん、かなり面白いと思うんだが。まあせっかく広い、地形なんだから、その地形をまあ一部分でしか、まあ結局はあの狭い小島で戦っている一つの戦場しかできないんですよね。まあ二つ、まあ上と下から両方攻めるというには、まあ広い地形ではちょっと個体数が足りない。広い地形にする醍醐味がちょっと消されているんだよな。まあ、広い地形にするというか、広い地形で味わえる醍醐味ね。こいつほんと入れ合流か。あいつらをどんどん作ってくるから、戦車いいね。なんですかね、本当にね、分からん。最後の最後まで分からん。どっちがいいんだろう。こっちからも行った方がいいのかな。分かんねえわ。もうこいつらの燃料もそろそろ、まだ切れねえか。とりあえずこれで、からの戦車 A、 やばい。戦車 A はこの状況であれだぞ。この状況で戦車 A はあかん。しっかり守れ。この状況で降ろされたらいかん。ということは、まあここもう一度戦ってみよう。とりあえずこれで占領。で367、爆撃機で、8、放射砲あんのか。ここ放射砲ないな。放射砲というか、まあ対空ミサイルだな。
まあ、あいつらは合流するでしょう。で、2かよ。これも7になっちゃってんのか。まあまあまあ、地層砲。地層砲やっといた方がいいっしょ。まあ今度は停滞疾病ないし来ると思うけどね。地層砲をまず退けたい。9か。で、こいつも占領したいんだが、どうやってできる？これはまあ合流しといた方がいいよね。で、これで、うん、やはりまあ今戦う、いけんわ。残念。これは7かよ。しゃあねえわな。よし、まあヘリでなんとかできんか。6か、頼むよ。 OK。で、ここ占領しろ。合流しながら占領しろ。で、やはりまあ上から行くよりもまあ下からドカッと行った方がもういいわ。うん、そっちの方がいいわ。上からはもう諦める。で、これも懐に入れ。1234、え、12345、うん、12345、うん、地層砲、まあここは届くが、こっちの地層砲は届かん。もう戦艦も今回の地形は使い捨てていくしかねえ。9か、まあいいわ。よーし、まあまあまあ精一杯のことはしたよ。で、爆撃機買っとこう。
と自走砲どこ攻撃したんじゃマチかないよ。やはりな。うわぁ、そっちか。合流しながらできるか。厳しいね。うわ、厳しいわこれ。まあまあまあ、戦車 A がこっちに足りないっちゅうのが、あ、歩兵全滅しちゃったな。足りないっちゅうのが、まあ早めに気づけてよかったよ。上なんか行ってたらこっち全滅だよ。まあ上の部隊はあれはまあ上陸を防衛するという役割ですからね。まああれはあれで OK ですわ。ただ歩兵部隊が右上にちょっとはまってるような気がするから、となるとね、まあおそらく戦車 A でしょうね。またね、あの自走砲、そうしたら戦艦に攻撃したのかな。オッケー、こいつ入ってくれた。まあ入って、まあ2ターンぐらい泳がしとくか。IQ200 とかだったら、まあこれ揚陸艦で戦艦攻撃してくるかね。まあしてこられたらかなり、まあ、戦車 A ね、かなり痛いんですが。でまあその対処、まあそうかつにね、あ、戦艦そしたら近づけないから。全補給、戦車 A を上に持っていき、戦車 A もかなり、こう2つ乗ってる。あ、乗ってねえな。歩兵よりも戦車 A だよな。やべ、ここじゃねえ。まあ中央あたりに、まあ、上陸できるようにちょっと頑張ってみる。とりあえず占領しろ。これできるんじゃねえか。 OK。これは合流だぞ。合流しろ、うん、で5-7、これもう沈没しちゃうね。沈没じゃないけどね、あの1、2、3、4、5、うん、こっち系。
よし、これで合流。燃料53個っちゃうからね。OK。で、こいつとこいつ、まあ合流してくれねえかな。で、この降車砲、これはやっとけ。貴様で。届かねえし。ならどうしてもあれはやっとかんといかん。こうやれ。で、お前戻る。で、貴様上に行け。で、貴様ダメージ当たってんのか。当たってんな。多分この自走砲やな。なら先にやれ。1,2,3,4,5。ああ対空ミサイル来ちゃうか。まあしょうがねえな。まあ今爆撃来るから我慢してくれたまえ。これで上に行く。でこれは OK。部隊数は43か、うん、よし爆撃機買い続けろ。でまあ戦車 A ももう一回買っとけ。よし、大陸にプレゼントし続けるのじゃ。届くかな。やべえ、いっぺんここ入る予定だったんだ。届くかな。まあ最悪ここに行くか。まあ届くでしょう、ここだからね。オッケーですね、これでね。これはこってオッケー。まあそうだな、これを、まあ、これをね、まあ守りになってないが、まあ一応か囲っときましょう。まあ高射砲でやられちまうけどねこいつね、なんかね。まあ本当は歩兵こっち持ってきたかったが、まあここにいたからちょっと足りなかった。終了。よし、これで戦車 A は解任せ。それはどっち来る？そっち来るか。ああ一気か。あれはもうやっといた方がいいな。復活しちゃったらちょっと怖い。まあ、戦艦に来るか。まあ爆撃機4機残ってるから、どうするかっちゅうことですね。まあ爆撃機で戦艦やるかやった方がいいよな。で自走砲をまあ戦艦で攻撃した方がいいダメージ与えると思う。合流か。you
全滅さえしなければこっちのもんですよ。これは痛いな。あーこれは戦艦、いややるのか、やっちゃうねこれはね。やべえわ。まあ、走行輸送車でちょっとやっちゃいましょう。おっとしびれを切らして、いやーこれじゃ走行輸送車ちょっと動けんが、まあ戦車 B か、あ戦闘機 B でやろう。まあどっちにしろ動けんか。さあ次は何を買うんでしょうかね。戦車 A はとりあえず買えないぞ。戦車 B か。なるほど。全補給はしとけ。うん、よーし、3か、これも3と、これでまあ自走砲やらんといかんな。まあまあまあどっちやるかっちゅうこっちゃね。こっちだな。うん。で、懐に入って、まあ、爆撃機とか買ってないのがちょっと、まあ、唯一の救いか。うん。はい、それではね、今回はちょっとね、時間なんでここまでにしときます。では、また次回、乱戦していきましょう。